とできないんだ。ツイートできない、なんかエラーでき、エラーになっちゃう。人書きねえ、はツイートできないんだけど、なんで？どうして？ツイートができない。どうしてなの？え、どうしよう。どうしてなの？なんか URL がわからない。誰かシェアとかしてくれてるかな、ファンの人で。してくれていた。5秒前だ。これ絶対私が今言ったからしてくれてるわ。こうか。できた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 。おいでね犬。できた。で、今度こっちのテロップね。できた。あ、なんかできたできた。こんばんは。ちょっと時間が遅めの配信となってしまったのですが、こんばんは。あゆ太郎です。あやたかです。こんばんは。あ、こんばんは。はい、あゆ太郎とあやたかのペアでやらせていただきたいと思います。イエイ。今日はね、久しぶりにショールームをするよ。明日のオンライントーク会で何を話そうか考え中。何の話する？でも考えてくれてるっていう事実がすごい嬉しいなと私は思うのですが、なんか結構みんなのプライベートみたいな話をね聞くのが好きで、なんか私はさ、なんかこう、私はさ、こうみんなにさ、今日これがあってね、これがあってこのお仕事をしました、こんなことをしましたみたいな話ってさ、配信とかではいっぱいしてると思うんだけど、もうみんなのさ、なんかプライベートな話ってさあんま聞けることないじゃん。だし、なんか知れるきっかけ、なんか知れる時ってあんまりないじゃん。だから結構なんか聞けるのはすごい嬉しい。なんか実はなんかそれこそなんかなんか実はこのこういう仕事しててねとか、この趣味があってねみたいな聞くとびっくりしたりとかする。この前もびっくりした。自分の話などしてもいいのかい？全然いいよ。
って話すの楽しいじゃないですか。そう、なんか全然話題を考えずとも、なんかこうなんていうかな、ノータイトル手ぶらで全然来てもらっても全然嬉しいし、なんかノーソーノープランって言いたかったんだ、ノータイトルノープランもいいし、ノープランだと結構私がこう一方的に喋っちゃってとかするけど、なんかうん、全然ね、そのね、来てくれてる人の話聞くのも大好き、楽しい、いろんな楽しみ方ができればいいなと、その人それぞれのね、なんかあんまりいないけど恋話してくれる人もいるしね。一応考えるんだけどいつの間にか脱線してること多いし、わかるよなんかさ、うまくいかない時あるよね、なんか笑っちゃってなんかすごい楽しんじゃってそう、私がいじっちゃったりとかね、悪乗りしちゃったりとかしてねてかさーみたいな言っちゃう時もあるけどね、楽しいがゆえにね、それはそうだねそう、だからさ、このさ、右か左にあるじゃん、バナーがタップしてアウトロとトーク会をしようこっちが、こっちにあるでしょ、ここから来よう。おい、ね、結構枠に余裕があって大変なの。メソメソ、どうしよう。どうしようって思ってるんだけど、どうしたらいいかな。なんやかんやいつも埋まってる、なんやかんやいつも埋まってるけど今日は別にな、でもその直前にね、欲を言えば直前に埋まりたいわけじゃないの。なんかすごいドキドキしちゃうじゃん。だって来てくれなかったらどうしようとかさ、こうそういう気持ちを不安なまま、やっぱこうその日までさ、埋まるのはすっごい嬉しいんだよ、すっごいすっごい嬉しいんだけどね、それを伝わっててほしいんだけど、なんかそれがなんかすごい直前だとなんか結構なんかその心が落ち着かない時間が、まあ、すっごい多いから当日券よりは前売り券、そうだよ、うんだってねえ、そうなんだよだからなんかあんまりなんかそれだって、それでも来てくれなかったらどうしようってやっぱり思っちゃうし、うん、だからね、前売り券の方が嬉しいな。まあ、ちなみに今日はまだ前売り券です明日は同日券だけど、今は今はねまだ前日だから前売り券ですうん、だから来てくれたらとっても嬉しい。当日でも買えます。結
結構ギリギリまで変えるよね、枠の時間のより前。数億年ぶりレベルで歩みだ。何してたの今まで。やばっ、本物？なんかツイッター見れないけど、アイコンでよかったわこれ。生きてたの？生きてて何よりだよ。やば、懐かしい。年取った？ 私さ、記憶力めっちゃあるんだよね。なんかもう、いや、なくしたいくらい記憶力あるの、オタクの。ファンの人の記憶力マジであるのね。年取った？ だし、今なんか、年取ったでしょう。そう、あんまり消えなくって。あなたいくつ？マジ18。時を戻してください、お願いします。そうだからね、久しぶりの人とかも全然来てほしい、明日のオンライントーク会。部屋間違えた？なんで？ロリ線なのに。 そういえば高いってオタク界隈以外じゃあんまり使わない。高いってワード久しぶりに聞いたわ、私も。ちなみになんか今令和でも高いって言葉あるの？なんかあんま聞かなくなったな。なんか高いだ高いみたいな 言ってる人がいたけどね。肌年齢若いからあゆちゃん10代でもいける。あゆちゃん10代マジいけないけど、なんだっけ、なんか毛がついてる、なんかなんだっけ、あ、髪の毛暗くしたんですよ。髪の毛暗くして髪切ったの、ちょっと。なんか そう、髪切った。髪はね、これぐらい切った。なんでだと思う？ネイミー今日お任せしてあるが、なんか日向が青いねって言ってた。あのね、なんかこうちょっと長かった、これぐらいあったでしょ、これぐらいだと思うんだけど、なんか なんていうかさ、どこにでもいそうだなって思ったの。なんかわからないけど、なんかわからないけど、なんかどこにでもいそうって思ったのね。なんかわかんないんだけど。で、なんかさ、こう、まあ一番わかりやすいのが高倉萌香ちゃんみたいな。萌香たんってさ、こうボブ、あのおかっぱの髪の毛で、なんかこうキャラクター性がある。なんか、こう目が引くものがあるみたいなさ、トレードマークみたいな感じでしょ。で、モエカタンはおかっぱの頭がトレードマークだとして、まあなんかで、荻野ゆかまろはまあなんか重めの前髪、パッツン前髪みたいな 感じじゃん、みたいな。で、なんかこれってなんかパッとしないなと、このくらいの長さマジパッとしないなと思って、なんか短い方がなんかぽいんじゃないかなって思って切った。 ハイトーンのやったらマジやりたい。10年中ね、あのやろうって思って毎回やめてる。
そうそう、なんかおかっぱとかじゃないけど短めのショートっぽい、ショートかの髪型はなんかすごい私だなと思って、でなんか髪色はなんかすごいなんか麦茶みたいな髪色してたの最近わかりやすわかりやすすぎワルタなんだけど、鶴瓶さんのあの麦茶みたいな髪色をしてて、まあ、なんかちょっと落ち着かせたいなと思ったので、なんかまあ落ち着かせてなんかまあ透明感も出ちゃう感じでって美容師さんに言ったらこうだったな、あの結構なんかね麦茶美味しいよね、そう麦茶美味しいよね、であのミネラルも豊富でね、水分補給もバチリって感じで、あの麦ちゃんは一旦卒業したんですけどあの一旦これは何色だろう、これは麦茶ではなく、うーん黒豆でもなく、うーん、まあ鮎太郎色かこれうん、まああの似てる色が今ちょっとないです、目の近くに、だって黒いこれではないじゃん、いやこれではないよ、ほらこっちでしょ、ない探してる、いやマジ探したんだけどない、うんないそうそうそ う, そう世界に一つだけの色な感じでね、コーラなのかな、あまあコーラもいいね、コーラでもあり、面白いよ女やめてババン、面白い女ほんまにやめてくれないですかあざーすえそうで髪の毛がまあなんかねお仕事があるの、もうちょっとで、だからあので、まあ、なんか行く日があんまなくて、美容院に行ける日がないもんだからちょっと早めに、ちなみにまあさ撮影なんだよ言ってしまえば、でマジダイエットしなきゃいけないのにマジ食ってる、本当にどうしよう、助けてください本当にどうしよう、もう明日はトーク会に来るしかないねうん、本当に明日はもうみんなが鮎太郎に飯を食うなって遠くかにで言いに来なきゃいけないと思う行ったら痩せるみんなに食うなデブって言われたらマジ食わない、うん、そう言ったら怒る、いやもう明日だけは本当に怒らない、はいすみませんっていうはいすみません、はいすみませんっていう、どんどん食べなさい、ダメなの、どうするのじゃん、これあゆとみたいになったらどうするの、いるそのいいの、あゆ太郎ってスタイルいいよね、俺の推しってマジスタイルみたいなこと言えなくなるんだよ、ダメでしょ、なんかもうみたいなこれはなんて拡散してあげたらってなったらさ嫌じゃん、うん、陰でなんだかんだ傷ついて舞うタイプやんけさすがにもう大人になった、大人になれたでしょうか、あの頃の私よりも大丈夫ですあちゃんはちょっとねでしょ、そうだってだってまだ頑張れるんだよ、だから今日マジリンゴ食べた食べてはいるんだけど、今日の夜から本当は一昨日から始めようと思ったんだけど、あのなんかこれれれれってなっちゃって、今日の夜からになりましたダイエットっていうのはで今日は
あの姉ちゃんに、あのしもしもマジダイエット何食べたらいいって言ったら米食うなって言われて、メソメソと思って、今日はね餃子スープみたいなやつとなんか白菜とかと、あと葉っぱサラダサラダ。ごきげんよう常連タレントって何？ごきげんようってやつライオンで葉っぱで、ほんまにごめんなさい、リンゴ飴を食べちゃいましたでもさ、リンゴ飴って飴の部分以外はすごい健康にいいですよね。だって飴の部分以外は、でもちょっとコーティングされてるだけだから、だってもうほぼ1個食ってたね、丸々1個じゃんほぼっていうか、すいません1個ですあのほぼって言ったのは、あの芯以外を覗いたあの丸なんでいいじゃん、リンゴってさ絶対いいよ、だって野菜だもん、マジ美味しくてリンゴ飴にハマってるリンゴ飴2日連続で食った、リンゴはいいよ、そうだよね、バナナは本当に嫌いです、 I don't like banana See you リンゴ飴ね、いや本当に美味しいの終わった面白い女かな、どうだろうか、泣くバナーナはね美味しくないいちご飴が一番好き、でもいちご飴ってなんかその芯がないんだよね、リンゴは切ったってあのなんていうのかな、これはちょっと話が違うけど、切ったってあのリンゴさんっていうのはすごい芯があるものなんですよね、まあ芯もありますけど、切っても切ってもやっぱりへたれない。でもイチゴはどうですか、いつの間にかなんかぐちゃ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 ってなって、一口で食べないとなんか、あ、すごいイチゴが崩れてきちゃって、あ、飴の部分が落ちちゃう、イチゴもうまく食べれない、あ、服汚れちゃったみたいな気持ちっていうか、よくこうなるんです、イチゴ飴はだからイチゴ飴ねマジ好きなんだけど超食べづらいんだよね、一口でいかないとなんかもうダラダラ汁が垂れてきちゃうし、もう夏のお祭りなんか食べ落ちちゃうし、でも一口あーって言ったらあの飴がさ口の中に刺さりまくって痛いわけで、なんかくっついたみたいな気持ちにもなるしいや、あのね屋台のいちご飴はねマジその難しいな、食べるの、え、むずいよ、ほんとやってきてほしい、口でかい私よりだったらいけるけど口大きい人はねいけると思うけど、私は普通くらいかな、口の大きさは。米はいけるんだけどね、あんず飴っていうのは何です、のど飴以外の飴を食ったことない、あれもなんだっけ、佐久間ドロップスも節子ってやつ、節子これドロップやないおはじきやのやつ知らないなんかこれさ、友達がすごいなんかずっと真似しててなんか笑っちゃいけないのにちょっと笑っちゃうんだよな兄ちゃん知らない、悲しくなるのにちょっと笑っちゃうんだよねその友達との出来事を思い出しちゃって、
すごいさ、映画とかのセリフをさ、アニメとか映画とかのさ、なんかセリフをさ、すごい頭にインプットしてる子っていたじゃん、学校に。なんかそういう思いで、私はトトロをマジ覚えてた。じゃあマジさ、トトロのあのさ、つきちゃん、なーにーみたいなとこのセリフを覚えてて、あの披露してたね、友達に。もう友達ができたのかみたいな。うん、みっちゃんっていうの、さあつきちゃんだってみたいなの時は覚えてたんだけど、なんか覚えるのハマる時あるじゃん。なんなんだろうね、ククとかは覚えられなかったのに、酒とり物語マジ覚えられなかった。かわいいよね、酒とり物語マジ覚えられなかったのにな。だから竹取物語の暗記をトーク会で披露してもらっても全然大丈夫です。ねえ、来てオンライントーク会。まあオンラインの竹取物語じゃなくても、まあその当時覚えていたなんか CM とかでもいいです。うん。あれね、あとあのさ、俺さマジさ、あの竹取物語全部覚えてるの、聞いて聞いて聞いてって、ない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 って聞いて。今は昔竹取物語やってるものありきやりみたいな、野山に混じって竹を取りつつよろずの子でバイバーイ。やだ、なんで、いいじゃん。なんで。絶対楽しいよ。うん、あの頃の時を、だってそんなことできる場所ある？ないよ。ね、来てねって。ちょっと本屋さん行ってくる、竹取物語買いに行くじゃん。竹取物語、あと何覚えたっけな、ククを覚えたね。私はさすがにククはさ、クク言えない人ちょっとって思っちゃうタイプだから、絶対嘘じゃんって思うから、私はクク言えんだよね。百人一首は知りません。なんか着物の人が手当てるカードだよね。手当てるよね、全部手当てる。いらん、それ楽しむタイプ。覚えてないよ、百人一首はだけ NG でごめんなさい。だって何言ってるか分かんないもん、なんか、えって多分言う、多分正解みたいなことになっちゃうから。でもすいません、オンライントークから百人一首披露だけはちょっとすいません NG とさせてください。受験部、あ、ジュゲム、あのコニちゃんがやってたやつ、日本語で遊ぼうで。はい、百人一首だけは NG で。日曜日の競馬の予想もご応募お待ちしております。うん、コニちゃん懐いでしょ。ジュゲムジュゲム、五行のすり切れ、カイチャリ水魚のみたいなやつだよね。でも学校で習わなかった気がする、だから覚えてないや。バイバーイ。もし当たったら何かあるのか、競馬、
当たるとお金が来ます。そうだ、馬券を買おう。そういう楽しみ方もある。落語もわかんないよ。あのさ、あのさ、先週さ、ななこの落語行ってきたんだよ、聞いてくんない、覚えたんだ、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらこうちゃらとか言われても、あの、すいません、わからないですって。なので落語も NG でお願いします。落語披露もちょっとあのよくわからないので、あの NG で。あの、ごめんなさい。でもなんかあの、なんだろう、あ、ジュゲムって落語なんだ。へえ、え、落語って何じゃ、落語って何だいたい。落語ってさ、あれでしょ、なんかあの、お団子をさ食べてるように見せる動きでしょ。なんかみはるがやってたよ、ガタフレで。それ違うの。落語って何、何落語って、落語って何、笑点。ごめん、私ね、NGT で一番の世間知らず女なのね。あの、一期生の中でも卒業はしてますけど、 NGT48 の中で多分一番世間知らずだった女だから、ちょっとわからない。わからないことがいっぱいなの。教えてください、私に知識を入れてください。うん、焦点は大喜利か。うん、箱入り娘、箱に入ってるってこと。箱入り娘って何だいたい、言ってごらんなさいよ。え、何、勉強できない人のことさ全員箱入り娘っていうの。え、かわいいね、名前がねずこだよ。ちょうど緑があったもんで。じゃあこれじゃん。え、ねずこでーすってこと。よかったね。ただのバカ。箱の中で大事に育てられた娘さん、何、稚魚ってこと。え、何、養殖ってこと。何、ビニールハウス、どういうこと。箱の中でって何、小鳥。小鳥ってこと。箱、え、ハムスター。箱の中って何だいたい。なんかさ、例えの下手くそだね。だって箱の中に入ってる娘もねずこじゃん。、うん、じゃあ家中娘じゃん、じゃあ。家中娘じゃない普通に。うん、太郎ちゃん、ちゃん、何、何って言ってんだ。箱の中で大事に育てられた適材、野菜。あ、害虫もつかずに肥料を与えられ、大きな花を咲かせるまでパパとママが一生懸命育ててくれたってこと。めっちゃいい話じゃん。好きです本当に。うん、じゃあ道具買いで、あの、竹取物語の披露してね。うん、めっちゃいいじゃん、悪口じゃないじゃん。うん、まあ大事に育てられたかな、大事に育てられました。でも勉強は教えてくれませんでした。うちのママとパッパは。うん、多分やな、来て、誰も悪口ってない。よくね、なんかもう NGT の行った時から
箱入り娘とか、なんか世間知らずとか言われるけど、あの今のマネージャーさんにも世間知らずですって言われてまあいいやと思って、もうそれも個性かみたいな多様性かみたいな気持ちで生きてます。それでは聞いてください。人間なんて大嫌いって変わらない、多分みんなも変わってないと思うよ。だってやっぱさ、長い人だともう8年くらいさ、こう知り合ってそれぐらいの中の人とかもいるわけじゃないですか。マジで変わったなーって人ね、マジいないあの誰もいない、みんな何何も変わってない、みんな何も変わってない、変わった人いない。中身でしょ、中身変わってる人はね全然みんな同じだよ。うん、まあそうだね、体が大きくなったかほっそりしたかの差はあるけど、中身はねマジ変わってないねみんな年を取ったねうちらの中でも年齢の話はやめようフ愛はどんどん強くなっています。もっと大きくしていこうなお前誰、私お前誰って言ったことないよ。久しぶりに来たあのなんかねすごい嫌な例えをしちゃいそうになってにやってして閉じました。いやそんな悪いことじゃないんだけど、ねその復帰復帰してきてくれた人って、まあ、まあまあいてくださるんですけど、なんかこう卒業してからとか卒業前とかにも来てくれた人いたかな。そうそう、リカタも言ってたじゃん、シーラカンスみたいななんか言ってたよね。それは違う意味なのかな。いや突然ねでもね突然戻ってきてくれるのってねすっごい嬉しくって、なんかなんていうかな、転校しちゃった大事な友達が突然地元に帰ってきたみたいな気持ちになるからなんかね、あんまりそのそれこそトーク会とかなんか配信とか見れてないとかからなんか行きづらいみたいな人とかはね全然そんなことね思わないでほしいんだよねまあ好きな時に来てくれたら嬉しいからさ、ただ忘れられたらもう本当にあの後ろ背中を追いかけて走っていきますうん忘れたなって言って夢に出てやろうと思います、うん、気をつけてください、帰り道はついたら何されるんだろう、怒る怒る、どうも転校生です、忘れません。あのねこの話ね、そう転校生ってさずるくない、なんかさ自分たちから離れていったプンスカっていう人もいるけど、なんか転校生ってさずるいよね。なんか私は今すごいいい例えをしたん、私が悪いんだけど、転校生って言葉マジずるいな、なんか悪くないもん。まあでも戻ってきてくれたらすっごい嬉しいけど、なんかもう私アイドルだったじゃんで、アイドルのオタクをしてくれてたじゃん、みんなしてくれてた人もいるじゃん、その卒業してから好きになってくれた人もいるじゃん、
まあ、一旦その卒業前の話をするじゃん一旦卒業前の話をするんだけども、なんだっけ、私はその転校生に対して一回怒ったことがあって何がね嫌かって、あんなに私を熱心に、私のことを熱心に応援してくれてたっていう事実、過去の事実を知ってるから、あの他のアイドルにその熱量をかけて応援してるのがもう本当に許せないのだってずるい、私だけのものだったのに、なんか急になんか、なんか25期生みたいな、何期までいるんですか今ちょっと分かんないですけども、25は、まあ、もうまだいない、分かんないですけど、なんかすごい年下の子とかになんか急にさピャってさ行ってさ、卒業したからってさ、なんかさ、あの同じあの頃いろいろ総選挙とかなんか握手会部数増えるといいねって言って、すごいなんかいろいろ応援工夫して、なんかなんていうの、拡散とかもしてくれて、なんかとか、あとは何、公園見に来てくれたりとか、あとは何、いっぱいあったね、昇格できるようにこういろいろこう、ね、熱量をかけてくれたものが他の女に言ってるっていうのがもう大ジェラシー大ジェラシーでダメだよって怒ったことある普通にそれを言ったことはあるね。でもこれね、共感してくる人はいると思うの、可愛いな、そうでしょ、うん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 、あゆ太郎は変わらないの、だいぶ大人になったよ。え、なにえ、なに、急に現実を見せてくれる人は何なんでだろう、怒られたい、どうしてなの、ダメだよいいじゃん、今さ、さっきさ年齢の話はもうここでするな、やめようって話をしたのに、どうして年齢の話をしてくるんでしょうか。別にいいじゃんね、ずっと一緒で。でもね、昨日と今日日向とずっと一緒にいたんだけど、一緒にいたんだけどね、あのゴールデンタイムのドラマ、人気ドラマに出演した本間日向炭治郎と一緒にいたんですけど、ちなみに一緒にドラマ見た一緒にドラマ見たんだけど、ズリー今日めっちゃ顔芸しちゃう日な日向たんが羨ましい、あゆといられるなんて、君にはハートをあげます、ずるい横でツイートしてた、横でなんかこう日向がこういろいろ SNS タイムをしてる中、今日向って叫んでたいろいろ話はね聞いてねでね、それで、まあ、一旦、まあ、ドラマの話は置いておいて、私が今したかった話は、なんか映像倉庫ってアプリ知ってる、あのさ、なんだろう、すごい懐かしい単語をさ、あ、映像倉庫ってなんかあったなと思って、私その存在を忘れていたんだけど、なんか日向が映像倉庫のアプリ入れてて、そう48の、そう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 、 AKB の人、そう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 、それに NGT のコンサートの映像とかが入ってんのよ、まあ、48グループとかのなんかいろいろさ映像が入れるサブスクのアプリみたいなのがさ俺がなぜかまだ入ってるやつ、うん、そうかな、知らんけどえ、そう、
NGT のコンサートあるでしょ。それでね、あの私がもう本当に一番キラキラしていたあの NGT のコンサートの映像とか見てたの。そう見たの今日一緒に朝。もうね、あのね、みんなってか NGT のメンバー、まあ、その時はまあ1期生しかいなかったんだけど、まあ、クソ可愛いやと思って、え、なんかさ、すっごい応援したくならんなったでしょあのグループえ、なるよね、なんくないすっごいさ、いいよね。なんか今のさアイドルグループってさ、なんか歌がもうすっごい上手くてダンスが全員揃っててみたいな、パフォーマンス力も高くてみたいなさ、アイドルグループがさ、まあ、なんかすごい評価されていると思うんだけど、 NGT のダンスなんかさ、むし揃ってねえのでも私はそれがもうすっごいいいと思ったのなんで揃ってないかって、もう一人一人になんかもう個性があって、野心があって、野望があって、未来があって、なんかもうさ、すごいもうガツガツしたの全員。なんかそれがすごいね、そういいと思うし、愛おしかったのすごいいやね、まあ揃えようよってダンスの先生に何回も怒られてたし、揃ってないって怒られた、モフに太郎出てるってモフに何回も怒られた。モフとカドちゃんとアイニャーとすごい怒られたけどけどなんかやっぱ一番すごいね良かったのが、NGT 推しをやってる、あれはと、ま、ときめっせのやつかな、ときめっせのやつがすっごい良くってあれあんな曲をさ、あんな曲っていうか、あんなもう自由奔放にやってどうぞみたいなさ曲をさ、あの時の私たちにさやらせたらさ、もう優勝しちゃうよって優勝しちゃうの当たり前だよみたいなさ映像で、なんかすごいね、なんかキラキラしててみんな可愛かったの。日向刃あったし、え、その時なかったっけ、なんかどっかであったな、うん、みんな可愛いの、なんか最高だったこれ言っていいのか分からない、言っていいのかな、私が一番ね NGT 推しで大好きなのが、あのマホホンがなんか魔法かけた後にとかやって倒れた後に、なんかノエちゃんがノエミー隊行くぞーって言ったら、あれって言ってみんな倒れてなんか魔法に失敗しちゃってノエピー隊が行けなかった場面がもう本当に好きなの。なんかノエちゃんがみたいなことやってるシーンがもう本当に好きなの可愛いよね、すっごい本気でやってて全員がね、そう楽しいよね。もうだからさ、それも良かったし、あやにゃんがいないのか、あれでも、いやマジね、映像倉庫見る会をねちょっと同期でしたいなって話をねしてた。可愛いよねなんかで、なんかのコンサートのなんか未来とは、 SKE さんの未来とはと、なんだっけ、何やったっけ、未来と
でん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 。何やったか、未来とはとかのなんかブロックをやってるコンサートがあって、未来とはを踊ってる NGT の一期生がすっ、なんかすっごいキラキラしてて、もうみんなすっごい可愛いの。なんかあのほら、未来とはとなんかと12秒と誇りの丘などをやってるやつ。うん、TDC かな、 TDC でやったやつかな。でなんかすごいね、ちゃんと一人一人映ってて、でなんか私もすごいちゃんと映ってて、12秒も踊ってて、そう TDC でやってた、思い出したもん、よって言ったもん私。そう、出番多いなと思って、なんかちゃんと映ってるよみたいな。ひなたがなんか、この頃のあゆはちゃんと、なんこの時のあゆはちゃんと勢いがあった人だったじゃんみたいな、勢いがあったじゃんみたいな、確かにって思って確かにと思ってでもひなたはなんかまだすごい赤ちゃんで、ひなたはすごいね、赤ちゃんでね、なんかこうひなたのときめっせのやつかな、あのグローリーデイズとか、そうひなたはねすごいもうなんかガツガツしてんのまだこう今のひなたじゃない、こうすごいねこうガツガツして、もう私はもう一番になるんだみたいな、センターになりたいみたいな、すごいそれがメラメラ感じる、なんかもう次世代エース、ザ次世代エースさんみたいな10代の次世代エースさんですみたいな感じで、ね、そうそうギラついてたひなた、なんかでもなんか赤ちゃんの顔は全然そういうのをね話したりとかしててね、なんかエモいねって話をね今日してたんだよね、うん、なんか時間がさ、毎日のことにさ、こう今はアイドル卒業して考えることがさ、まあいろいろ変わってさ、向き合わなきゃいけないこととか、まあ、お仕事とかも、まあ、配信こうショールームとかさ変わんないけど、変わってる部分もあれば変わらない部分もあってさこれは変わらない部分だけど、なんかこう毎日のことに向き合ってるとさ、今のことに向き合ってるとなんか過去のことをさ忘れちゃうけどさなんかすごい楽しかった思い出が一気にこう溢れ出てきて、楽しかったと思ってねいい思い出がいっぱいあるのがね、私は幸せ者だなと思ったよ。嫌な思い出もあるけどね嫌な思い出もあるけど、いい思い出がやっぱ NGT にいたからこそ、そのいい思い出がそのさ1秒だの10秒だのさ、全部の時間がさ、もう嫌なものの100億倍いいわけ、楽しい時間なわけよ、たった1秒でもだからね、思い出すとねすごい頑張れる。なんか別に今も頑張ってないわけじゃないんだけど、やっぱさ10代のパワーとかってさすごいじゃん10代とか20代とかさ、
ま、今も20代なんですけど何ですか？え、びっくりなんだけど、何、そういう20歳とかさ。映像あるのいいよね。そう、思い出の本の片隅にでも。え、あのさ、いるよ、全然センターくらいに、みんなは。あのね、みんなは全然ね、私さ、マジでみんなのこと考えながら過ごしてんだ。だから全然真ん中にいてくれよ。10代のには絶対できないことも今のタルちゃんならできる。確かに。なんだろう、酒パーティーしたことないねえ、したことないよねえ、絶対したことないから、その時は信じてください。パリピカでもちょっと話がずれちゃうけどさ、なんかインスタのストーリーに、質問箱にさ、来てたことがあった質問を答えようかと思ってやめたんだけど、結局なんか、あゆ太郎はお嫁さんになる、なりたい？みたいな、あゆ太郎もお嫁さんになりたい？みたいなのが来てて、まあ、リカタンがさ、お嫁さんになったからさ、まあ、なんかそういう質問がこう、まあ、同期だしさ、あの仲もいいからさ、そういうなんか質問がまあまあ多いわけ、まあ、年齢も25歳だからかな、なんかまあそういうのが多くて、で私なんて答えようかと思ったけど、なんか思ったのがね、まあ、なんかウェディングドレス着てえなって思うの、やっぱいつかはなんかウェディングドレス着たくない、女子の夢だと思うんだよね。え、そう、結婚っていうかウェディングドレス着たいな、着たいですって書いてこれは答えになるかわかりませんが、ウェディングドレスが着たいですって書いたのねいや、そう、いや、そう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 っていうのがあって、まあでもなんかっていうのと、なんかいや、そう、ドレス着たいよね、マジで。で、あとはなんかしたら、私はファンのみんなが離れていってもういなくなっちゃうんじゃないかって思ってしまうから、そういうことは今は何も考えないようにしていますって書くって、結局投稿するのやめたんだけど、ご両親に見せたい。なんかうちの姉ちゃん結婚式してないんだよね、なんかいろいろあって。でうちの姉ちゃんはウェディングドレス着てないのよ。だから両親っていうか姉ちゃんに、あゆはウェディングドレス着てねってすっごい言われるいろいろあって、なんかあちら側でそう、私はねずっとね着ろって言ってたんだけど、うん、なんかお姉ちゃんに言われてる、両親っていうよりかは。あとやっぱりそのファンのみんながいなくなってしまったら私無理だなと思ってあゆ太郎のファンはいなくならなそう。そうなの？なんかいなくなっちゃうんじゃないかなって、え、すっごい思うよ。だから俺はいなくならない、朝はいなくなるの、そう、うん、いやだからさに今全然あのそういうね気は全然ないんだけどないよ、
それであの明日結婚しましたとか言ってみんなを裏切ることは全然ないんだけどだって本当にそう、なんかやりたいこともあるし、うん、私そのなんだろうな、きっと両立とかできないんじゃないかなってか、なんかまだそんなね、そんなことかん、なんかしたいことがいっぱいあるから、お仕事とかで叶えたいこととかもあるし、なんかこうしたいああしたいみたいな別のやりたいことがいっぱいあるから、なんかね、そんなのはないけど、ただ自分やっぱさ、同期が結婚したらさ、まあなんか全然いつかするのかなぐらいはさ思うじゃん、自分の中で。で自分の中でなんか全然予定もないし、予定もないがなんかもし自分がすることになったら、みんないなくなっちゃうんだろうなって思ってね、すごい悲しくなって考えるのやめたんだよね。うん。だって別にそのさ、俺はいなくならないよっていう人もいればさ、考えはさ人それぞれだからさ。なんか嫌だな、いなくなっちゃう人もさがいるのもさ、まあおかしくないじゃん。そうゼロではないでしょ、うん、でも私はもうみんな大好きだから、こういう話を聞いてるのも、いや鬱になっちゃうね。あ、憂鬱です。ゆたろうさんやめてください。っていうのにさ、なんかさ、なのになんかあのなんだろう、結婚したいみたいな歌好きだよねみんな。なんなのその差は。なんであの。ラスベガスで結婚しようすごい好きなんだろう。なんかとど圧倒的1位じゃない、私だけじゃないのか、そのみんな好きじゃん、ラスベガスで結婚しようってとか、あなたの代わりはいないラスベガスで結婚しよう左の腕で連れ去ってみんな好きでしょ。いいじゃん、何なんだろうね、何なんだろう。夢が詰まってるんだよね。私もその曲すごい好き。懐かしいね。彼女になれますかも好きだね。そうだよ。人心は違くない。だよ、うん、彼女になれますかマジ好きよな、うん、でも彼女になれますかは、まあ、女の子顔だから彼氏 にならせてくださいみたいな名前曲名あったらちょっと同じ部類に入るけど、彼女になれますかはこっち側からアプローチしてるからちょっと違うのかもな。でも彼女になれますかマジ好きだよね、みんな。私も好きだった、あのね、私ね、彼女になれますかだけは本当に可愛く踊れる自信があった。私はな、卒業公演で戻ったでしょ、私は。一番ですが聞かせてほしい。結構ね、可愛い曲を踊れる、可愛い曲を踊るのが結構自分の中であのいいと思ってて彼女になれますかとか、なんかあなたの代わりはいないとか、
あなたの代わりはいない。すっごいね、良かったと思います。いいと思います。本当に良かったと思います。参考にしてください。世界で一番、こちらこちら好きよ。懐かしい。可愛い曲踊るのね、好きだったね。でも優しさに甘えられないも好きだった。褒められるとさ、しゃくれちゃうからもうやめようか。褒められるとしゃくれちゃうんだよね。やめて。優しさに甘えられない。病んでる時に私ね、すごい良かったですよね。難しい。そうそう、褒められるとアホが出ちゃうからダメ。うん、本当に。だからアイドルってやっぱ歌とか踊ってる時があるじゃん。やっぱステージに立ってるとさ、いろいろこう感情が豊かになっていいよね。いろんな表情を見せられていいよね。懐かしい。生誕祭何歌おうかな。生誕祭でさ、あのさ、欲しいグッズ何？君たち。あゆちゃんマンの可愛いペン見てくれよ。メゾピアノ。え、マジかわいい。キュン。ペンはあるのに書くものがない。いいか、メルティーキッスのここで。抱き枕もいらなくない。アクスタさえあれば生きていける。アクスタっていうのはさ、どれくらいの大きさがいいの？前回と同じでいいの？スーター、え、マウスパッド作りたいの。でもいらないよなってなった。鏡、鏡ってさ、お兄さんたちは使うんですか？お兄さんたちはちっちゃい鏡使う？使いません。すみません。私のファンのファン層が9対1なばかりに女の子の夢が全然叶えられなくてすみません。なんでこんなに9対1なんでしょうか。すみません。ね、前も欲しい鏡。鏡って書いとこう。ごめんね。目になんか入った時とかほんと使うんだよね、鏡。そりゃそうだろ。まあ男性はそういう時とか、なんか歯になんか挟まった時か、まあそう、あんまないよね鏡。だって車乗ってる時とかさ、あのバッてミラーこうやって出てくるしね。車移動の人とかはさ、くっついてるもんね。え、あとはちょっと待って、話がちょっとどっか行っちゃった。アクスタと鏡だけ書いたんだけど、あとなんて言ってた、みんな。
チェキとかは言ってたよね。チェキはに言ってある、なんか写真撮れるようにできますかみたいな。分かったよ、ひげ抜くのと白髪の時は分かった。等身大パネル欲しいの？バージョン26 あゆ太郎のこのぬいぐるみ欲しいよね。これぐらいのやつでかすぎ笑った。これちーちゃんぐらいのでかすぎぬいぐるみマジ欲しいけど、これはね予算オーバーだと思います。うん、ポーチかトートバッグ。巾着は巾着、私巾着押してるんだけど、巾着はね運営さんっていうかそのグッズの人に刺さってないんだよね。私巾着欲しいんだけど、巾着使うくね？巾着使うよね。てか巾着？え、メンズ使わないの？巾着使わないの？あればあるだけいいよね。そう、女子はあればあるだけいいんだよ。リップとか入れてさ、そう、巾着こういうのとか、そう、やっぱりリップとか、入れない？持ち歩くものがないのか。出張や遠征の時に小物を入れるのに使う。男はそこ何入れんの？金にどころ何でもいいですよね。アクスタ入れるためにそういうの持って、あ、あゆ太郎にあゆ太郎ってことめっちゃいいじゃん。ちょっと待ってて。ほらこれあんちゃんだけど、この中に日焼け止めとか出たこのリップチーク粉みたいな、推ししか勝たんありがとう。これとか入れてるけど、こうやって巾着がさ、まあ女子だったらこういう活用がまあ1あって、守りたいこの笑顔ありがとう。まあこれはこれ入れてるけど、これはこれもまんちゃんなんだけど、ファンの人からもらった、ありがとう。けどこれはこうモバイルバッテリーとこうカメラを入れてる。こういうのも巾着には入る。これはポーチですいませんすいません、巾着の話でした。あるよ、大丈夫、巾着だよね。まあ、一旦こうか、これ巾着カチューシャの真ん中にあゆ太郎、これドナルド、ももちゃまです。ももちゃま、これはこれいっぱいこう広がって
こういろいろなんかこういうさ化粧水とか、日向とお泊まりしてたんだけど、いろいろこう乳液とか入れてね、ドナルドのパレードマジ楽しかったよ。でこういうこれ巾着はいっぱい使うよ。尻尾もあります。はい、使ってるんだよ。だから巾着ね、男の人だったら何入れる？お泊まりの時とか遠征とかに使うんじゃない？使わないのかな。こうやらないと映らないですね、この果汁車コンタクト入れたり、そうだね、コンタクト、巾着はいらないのか。じゃあモバイルバッテリーとかさ入れない？充電器とか、目薬、リップ、薬、いいね。歯ブラシ、カミソリ、いいじゃん。かっこ巾着って書いておこう。日焼け止めとか入れるよね、うちらはさ。え、待って、あと何あったっけ。カバンのポケットに入れてる。そう言われると巾着も巾着も使いたくなってきた。巾着いいと思う。うん、いいよね。おじい的には薬をいいじゃん。だって薬はさ、ポケットリュックのポケットに入れてたらさ、バーって出てる可能性あるけど、巾着だったらもう被害を最小限に抑えられるからね長生きしような、一緒にな。うん、頑張っていこう。そっか、ちっちゃいものとかがないのか。じゃあハンカチは？ハンカチ、ハンカチ持たねえとか言わねえよな汚っハンカチ持ってるよな え、そう、でもやだか、なんかとかやってるハンカチキャラクター、ああいうあれのハンカチとかはどう？広げたらあゆ太郎の笑顔のハンカチ良すぎる洗えたねみたいな不幸みたいな、手は不幸みたいな文字と一緒にみたいなタオルで、それ会社で使うときはもう見られたらってなっちゃうからもうみんな結局裏側でしか拭いてくれないんだろうなみんな裏側のなんかただの繊維みたいなとこでしか拭いてくれないんだろうなあれ、これ落としましたよこれ誰のですかとか言ってホワイトボードとかにマグネットで貼られた日にはもうおしまいです落とし物とか言って掲示板に貼られた日にはもう私は喜ぶけどね。なあ、あのツイッターでやったらいいじゃん、ハッシュタグあゆ太郎ハンカチチャレンジとか言ってハンカチを会社に持ってきましたっていうのを
る写真とともに今日ミッションをちゃんと成功できるかっていう投稿をしてほしい、うん、そんな大事なもの落とすわけない。大事に来てね。ハンカチどう？ハンカチ使わない？ハンカチ使わないの？メガネ拭きいいよね。そのデザインなら買う？これハンカチかっこハンドタオルって書いとこう。え、靴下いいの？靴下ありなん？靴下うちがさ、去年の誕生日にあげたステッカーはどこに行ってる？みんなの中でハンカチじゃないの？あゆの顔が伸びちゃう。いいじゃん別にっていう写真にしようじゃんそこに貼ってる。スマホの後ろにいるやっぱさ、グッズってさ、こう私の実写の方がいいわけ。48の人のさ、ファンの人はなんか比較的実写であれば実写であるほどいいみたいなさ考える人がまあ多いのかなって思ってたけどなんかあゆ太郎のイラストとかは微妙なのかな。キャラクターイラストみたいな。キャラものも好き？ステッカーはイラストがいい？アクスタは実写だよね。そらそうだわ。オプレのイラスト好き？あ、そうなんだ。じゃあ、あ、キャラクターはまあありなんだね。オッケー。メモメモ。キャラオッケー。え、じゃあさ、あとはなんか抱き枕みたいな、等身大パネルみたいな、なんかみんなが欲しくなりそうな欲しいものは何なんだろう帽子ってかぶるの？カレンダーはね、なんか言ってたな、うん、ゲームやった後に親指に貼るシップ、それサロンパスがいいんじゃないかなんだいそれは。ペンいいね。ペン、何がいい？なんか大きいグッズ、大きいグッズ、なんかドーンみたいな。アクリルブロック、あ、そう、スリッパ。私さ、ママに何がいいかって聞いて、まあ一回聞くね。大きい、なんか
ポスターはちっちゃい。大きいのならクッション。クッションってさ、かぶらない？これと過去のグッズのこいつと。かぶらない？かぶる？それのもっと大きい版とか。そう、私そう、これのさ、こうリニューアルでっかいの作りたいんだよねと思ってたの、ね、そうそう、貝みたいな、ドラゴンボール貝みたいな。枕カバー、枕カバー、クッションだ。どうがいいんだろうと思って、なんか大きくていいやつ。ポスターね。なんか大きいの。わあ、大きな目玉みたいなグッズがなんかで欲しい、作って欲しいのがあればね、聞こうって思って。いやだから抱き枕のやつとかさ、おっきかったじゃん、等身大パネルとか。生誕祭のグッズこれですって言って、なんかこう目を引くおっきなグッズを作るとしたら、何がいいの、何がみんな欲しくなるのかな、欲しいかな、嬉しいのかなって思ってたの。チェキ取るならさ、チェキのケース欲しくね。わかん、できるチェキ取るとか、ちょっと取りたい。チェキになるか、かスマホの写真になるのかね、わからないんだ今まだ。なんかでもちいかわとかサンリオとか、なんかチェキを入れるケースみたいなのが売ってて、なんかチェキ入れるケースみたいな、それをストラップついてて、なんかまあ推し活する時のカバンになんかぶら下げたりとかするのよく見るんだけどチェキだったらそれとか可愛いなって思ってたんだよね。いいよね。で、あ、スリッパの話をすると、なんかママに聞いたらねママはあの、なんだあれ、スポーツサンダルみたいな。 B さんって足痛くなるじゃん、なんかこうスポーツサンダルっていうかな、普通のこうなんかスリッパみたいなサンダルがあって、あ、なんかそう、なんかシンプルなのがあって、それ、そのサンダル欲しい。過去に NJT の時になんか出したサンダルがあって、そればあちゃんに取られたから、新しいサンダルを出せってで、そう、ばあちゃんまだ履いてる。こないだ写真撮ったばあちゃんの足取られたから、そう、ハイブランドをイメージしてあゆ太郎って書いてある英語でサンダルなんだけどそう、クロックスじゃないで、サンダルってどうですか、こういうなんかゴムっぽい素材のやつみたいな。で聞いたら、なんかワンサイズしか作れないから、作れなくても大丈夫ですかって言われて、うん、ってなっちゃった。なんか27センチとかみたいな感じになって、それはちょっとママも足は27センチもママ
いやそう、ワンサイズ困るじゃん。男の人はいいけどね、うちらは困りますよね、ガールズたちは。そう、パーカーとかだったらさいいけどさ、上服着るものだったらいいけど、履くものだとやっぱどうしてもねダメよね。でもグッズはとっても参考になったよ。うん、ただなんか夏っぽいグッズ出したいなって思ってたから、なんか難しいけど、鼻かゆい。なんか NGT の時になんだっけ、あれビート版を特典会でファンの人に渡してた、なんか不思議な回があったんだけど、あれ本当によくわからなかったよね。うん、あとビート版をプレゼントする特典会があったんだよ。意味わかんないよね、ビート版にサインしてあげるっていう。ビート版は数に限りがあって、なんかね、そう、早い者勝ちなんだけど、ビート版を渡す回がなぜかありました。うん、と夏っぽいねグッズが何か思いつければ、思いあのどしどしお待ちしております。今そういう生誕祭の打ち合わせとかもやってて、そう、大握手会の時、そう、車の探しあった、え、何本当に。ボトルストラップ付きキーホルダー、携帯ホルダー、ボトルストラップってなんだ、ジュース入れるやつね、ジュースぶら下げるやつだ、あれも欲しい。書いとこう。ペットボトル引っ掛けるやつってマジいいよね。携帯ストラップって書いとこう。スマホ系、本当にメモってるかね、メルティーキッスの裏に。水筒ね、捨てないようにする。え、ペットボトルの保冷ケース使う、みんな。ママにさ、それ言われたんだけど、ママしか使わないからダメって言った。わかんないけど、なんかママしか使わないからダメって言っちゃったんだけど、ペットボトルのケースって使う人いる？私ママしか使ってるとこ見たことないんだけど。使う？嘘？使ってんの？たまにおまけについてくる、多いお茶の上にくっついてるよね。使うときある？嘘、一回しか使わないでしょ。お茶犬とかのやつね。じゃあちょっと、大検討したいと思います。大検討させていただきたいと思います。ちょっとね、ダイエットしてるからさ、今お腹の中がさ落ち着いてきてさ、まあ、要するにお腹が空き始めたってことなんだけど、お腹が空いてるってことは、元気がないってこと。だから何か起きないように終わるね。はい、それで
オンライントーク会が当日になりました。12時半なので、はい、あと何枠だろう。まだ結構ある。あのね、そんな中配信してくれて全然だよ。私がしたくてしてるの。ここに来てくれてありがとうね。ラーメン食べないよ。そう、当日になったのですが、ぜひまだね余裕があるので、来てください。うん、来てくれたらとってもとっても嬉しいです。はい、楽しみ。本当なんか何か着るとか言った方がテンション上がるのかな。なんか着るとか言えばいいのかな。なんか可愛い格好はするんだけど、なんかこれ着たらおっとか思っちゃうのかな。思っちゃうこととかってあるのかな。初見です、嬉しい。はじめまして、あゆ太郎です。テニスウェア、テニスウェアあるけどあるけど別に見たくないでしょ。ある、ある、使ったのがある。YouTube で着たやつだったらある。そう、渡されたやつ、あれはある。紫のだ、そうそれならあるけど、多分みんなが予想してるテニスウェアってゴルフウェアと近いものがあるんじゃないかな。可愛いさ、プリーツスカートでさ、ポロシャツでさ、こっちの方がなんか好きそうだよね。勝手に思っている。ラケット持てばいい。ラケットだけないわ、本当にラケットだけないでもこれ着るって服はもう準備してあるから、可愛い服も用意してるということだけはお伝えしておいておきたいと一旦思います。肩は出てますじゃあ今日は一旦ランキングを読んで明日に備えたいと思います。ぜひオンライントーク会来てください。ランキング13位おたけさん、12位エムデンさん、11位パンダのテイヨンさん、10位ふっちゃん、9位ひろゆきりんさん、8位よしきさん、7位つばめがいしさん、6位けいさん、5位もっきさん、4位中村のエイズスイートパシャカセさん、3位ハムちゃん、2位シューウィズさん、1位 JT さんでした。ありがとう。明日ではなく今日、本当だ。じゃあまた今日会おうなおやすみ、バイバイ。